にいたの？あ、リエチ。んだよ、いちゃ悪いかよ。別に。もうべ、いちいち妹に噛みつくなって。だって。そうだぞ、ノーベ、お前は私には良い子なのにな。あ、チンクね、目覚めたんだ。まだボロボロだがな。背骨から上半身周りは完全に作り直しだってさ。今オットーがやってくれてる。手ひどくやられたものだ。お前たちにも世話をかけるな。なに、気にしなくていいよ。あ、姉様方、お揃いですね。オース、チンクネー目覚ましたって。ああ、ウェンディ、ディード、心配をかけたな。いや、いやいや、なんか無事に治るみたいでよかったよかった。ねえ、ノーベ。いちいち私に踏んなよ、うぜえな。あら、やだ、冷たいっす。チンク姉様、今少し話をしても？ん、構わんぞ、ちょうど退屈していたところだ。私と夫は素体記憶がほとんどなく、姉様たちのことをあまり把握できていなくて。それで。そっか、二人は純粋培養だったもんね。純粋培養？お前もだな、ウェンディ。ノーベ、説明してやってくれ。うん。私らナンバーズの生まれ方は2種類。クローン培養か、純粋培養か。私とセッテ、チンクネーとウノネーはクローン培養。コピーの素材になったオリジナルの人間がいる。はい。で、残りのお前らは純粋培養。適正遺伝子を掛け合わせた人工受精児がベースだ。ちなみにリードとオットーは同じ遺伝子を使ってる。はい、それは聞いてます。で、クローン型は特性を出しやすいが、適合率やコストの問題があってな。オリジナルが保有する特殊スキルを狙って生み出す一芸特化型だ。ああ、ノーベのエアライナーとか、チンクネーのデトネイターとか。培養型は量産向きだ。狙った能力は出しづらいが、安定して生産できる。セイン姉様、あなたは？私は培養型だけど突然変異。私のディープダイバーは偶然生まれた激レア能力なんだよね。1から4までのお姉たちはちょっと特殊なんだっけ？そうだな。私もさほど詳しくは知らんが、あの4人はドクターにとっては少々特別な存在だ。ドクターの因子を色濃く受け継いでいるしな。勉強になります。逆にディード、ウェンディ、若いお前たちに聞いてみたい。はい。外の世界を見たいと思うか？ああ、どうでしょう。お姉たちはどうなんす？私は別に、それほどは。興味あるような、ないようなかな。私はチンクネがいる場所ならどこでもいい。あははノベはチンクネ好きだからな。ほっといてくれ。でも私も同じです。夫と一緒ならどこでも。私はまあ、お姉たちのいる場所で好きに暴れられるんならどこでもいいっすね。ドクターは生みの親ですし、感謝もあります。うんうん、そうか。はいはい、チンクちゃん。クアトロ、トモス、お疲れ様です。ユアで物知らずな末っ子たちを不安にさせるような話をしちゃダメよ。すまんな、クワットロ。ただ聞いてみたかっただけだ。もう、ナンバリングは私の方がお姉さんなのに、チンクちゃんってばちょっと先に生まれたからってお姉さんぶっちゃって。そんなつもりはないのだがな、許せ。ちょ、クワネ。幼児体型でぺったん胸のくせに。お前、それはひどいぞ、クワットロ。体型や胸は関係なかろう。どうかしら。うわね、その辺に。お子様体型の件はチンクネも結構気にしてんだからさ。せいよ、お前まで。ちょうどメンテポットの調整も終わり、戻ろう、チンクネ。そうしよう。私が運ぼうか？大丈夫だ、一人で歩ける。うん、ちょうど戻るところよ。私が連れてってあげる。助かる。じゃあお願い。すまんな、妹たち。私はこれからしばらく眠ることになる。新しい体も次の作戦には間に合いそうにない。お気になさらず。ゆっくりしてて。姉妹で協力して無事にここに。違うわよ、チンクちゃん。あ、そうか、
新しい我らの家でまた会おう、うん、はい、じゃあね。チンク姉様、明るく話してらしたけど。バイタルもドライブも全然安定してなかったね。心配してくれてたんだよね、私たちのこと。あいつらだ。あのハチマキとオレンジ頭がチンク姉をあんな目に。例の特務部隊対策はちょうど私とウェンディ、それからノベ姉様の3人です。ああ、そうね。借りを返しましょう、ノベ姉様。足りめだ。私の IS ブレイクライナーでぶっ壊してやる。頑張って。武装の整備してもらっておいで。ああ、私も行きます。ノベは戦う理由を見つけたのかな。単純だからね、あの子は。ウェンディはどう？まあ、ノベはあんなすけど、私の同時期誕生期でナンバリング的にはお姉っす。いろいろ心配だし、ノーベのことはできれば守ってやりたいっすね。お二人は？私はまあ、姉妹みんなが元気で無事ならそれでいいんだよね。あ、もちろんドクターも。私もまあそんな感じかな。ああ、ルーお嬢様とゼスト様、アギトさん、お三方とも元気かな。どうだろうね。ルーテシア、お前も寝不足か？平気。無理するな。休息するか？アディットがお腹空かせてるだろうし、お昼までに町に降りたい。食事の材料もないし。そうか。それなら、背負っていってやろう。眠ければ眠っていい。ありがとう、ゼスト。あ。劣化の牽制ってのは、あの研究所の連中が呼んでた私の識別名。それ以外に自分の名前を知らなかった私に今の名前をつけてくれたのはルールーだった。ゴーエン、なんか怖い。ヒエンオ、なんかお化けみたい。カイエン、シャッカ。あ、ちょっと近くなってきた。アリット、それがいい。アリット、うん。やっと決まったか。37個目、アリット。アギットか。うん。劣化の牽制アギット、それがルールーがつけてくれた私の名前。ああ、またそんないい加減な食事してる。っていうか二人ともお金とか持ってるのに、なんでこんな乱れた生活してるの？閉じ込められていた割に今の世界に詳しいな。学習実験させられたし、自分のロードのための栄養管理とか調理とか、大昔にやってたか基礎機能として設定されてたのか、とにかくできると思う。じゃあアギトやってみる？旅の空の下だから、そりゃ凝った調理なんてできねえけど、何度かやるうちすぐにまあまともな食事を作れるようになった。はいよ、簡単なスープだけど美味しいぞ。ゼストの旦那ルテシア、手洗ってきてな。ああ。ルーテシア、ルー、うん、ルーテシア、呼んだら一回で返事してよ。都合の悪いことには何度も呼ばないと返事してくれないんだから。正直めんどくさい。ダメ。あー、こら、ルーテシア、ルーチ、ルー、ルー、おい、ルールー。そんなこんなでルールーのことをルールーって呼ぶようになって。アリとうるさくなった。あれはやはり正規の融合機として育てられているな。そうなの？培養機育ちではなかろう。実経験が伴っている。
間とか家族がいたってこと？随分と昔の話だろうがな。仲間、仲間ね。はっきりと覚えてねえんだけど、なんか誰かと、一人じゃなくて何人かと一緒にいたような記憶があるんだ。ぼんやりとだけどさ。やはりか。その中の誰かがアリとのロート？わかんねえな。でもその人のことを思い出すと不思議と心があったかいんだ。まあつってもすげえ昔のことだ。今はもう生きちゃいないよ。どんな人か覚えてないの？私が剣聖ってくらいだから剣士だったんだろうね。きっときっとすげえかっこいい剣士でさ、炎もバッチリ使えて白人一戦押して参るみたいな。まあ夢だよ夢。私のロードなんて見つからなくても今は旦那とルールーのお世話と旅のお供が私の仕事だ。そうか。お供さ、私がしっかりお世話してやっからな。あんたら二人して覚悟しとけよ。うん、そうだな。そう、それが今の私の生きる意味。いつまで続くかわからねえし、二人の目的が済んだ後私がどこに行くのかまでは考えてねえけど、それでも今はこれでいいんだ。町まであと6キロ、ちょうど良い頃合いか。